もうサム、なんでこんなに散らかしちゃったの？僕がやったんじゃないよ。じゃあ誰がやったっていうの？なんだあの音。何なのかしら。なんでそこら中に服が落ちてるのよ。誰かがトイレまで引きずって持ってきたみたいだね。そうね。アライグマね、こっちに来てごらん。かわいいだって。こんなに散らかしたのに。多分退屈してたのよ。退屈で、あ、触らないで。ねえ、このかわいい顔を見てよ。僕が散らかしたらかわいいなんて絶対言わないのに。サム、お客さんにそんなこと言わないの。アライグマくん、どこ行くの？じゃあ遊ぼうか。タッタッタン、タッタッタン。そう、僕らにやることがあるの覚えてる？アライグマと遊ぶこと？違うよ、工作だよ。視聴者のためのビデオ。うん、そうね。じゃあアライグマくん、すぐ戻ってくるから。こんにちは、今日はアライグマと遊ぶの。うん、ゲームを作るの。やった、ゲームだ。ゲームって言ってるけど、どのゲームのこと？ねえ、ずっとお風呂に入りたがってたのを覚えてる？お風呂に入ってもまた汚れちゃって、また綺麗になってって感じで。うん、そうそう、僕らのチャンネルの新しいビデオを考えている間に汚れちゃったことでしょ。そう、だからダンクタンクゲームを作ろうと思うの。お風呂大好きなサムチンがいつでも水に浸かれるように、視聴者にとっても楽しいはずよ。うん、みんなも僕が世界一面白いスライムだと思ったら高評価してね。これ全部必要なの？そうよ。じゃあこの棒貸して、キリに行ってくるから。本当？この前サマンサを助けた時、ダンボールや棒を切ってあげたんだ。今回ダンボールは切り終わってるから棒を切ってくるよ。僕はプロなんだ。じゃあプロに任せるわ。やったー、はい、じゃあまずはプレキシガラスから。小さなプールを作るために、この5つの部品を接着するの。特別なアクリル接着剤を使ってね。そうすれば水が一滴も漏れないはずよ。もうちょっと。プレキシガラスは工作にはぴったり。できたわ。次はこのプールのための丈夫な土台を作るの。寸法は全部書いておいたから。ペース自体はすごく簡単。大きな箱を作るようなものだから、グルーガンを使って全部接着するだけよ。ホットグルーを使うときには絶対に気をつけて。底の部分に側部をくっつけて、慎重にね。そして蓋で覆って、そうしたら残りを接着。1つ目、そして反対側もできた。透明なミニプールをここに置いて、サムが優雅に飛び込むの。最初の部分は完成。全部の部品は準備できたはずよ。サーム、僕がやったんじゃないよ。また散らかってるんだ。何？あー、アライグマね。あー、多分退屈しちゃっておもちゃで遊ぶことにしたのね。もしバービーを食べちゃったらどうするの？大丈夫よ。サマンサのバービー食べちゃったら？じゃあ隠しておこう。はい、いい子にしてて。安全なおもちゃだけで遊ぶのよ。僕は見張ってるからね。かわいい。アライグマと遊んだことがあったらコメント欄で教えて。今までに木の棒でかっこいい部分を作ったことがあるかも教えてね。サム、ありがとう。ちょうどこれが必要だったの。それとアライグマを見てて、お願い。分かったよ。次はボールの発射器を作るわ。
丸く切った段ボールを2つ用意して、その1つに木の棒を接着してみて。この V 型の切り込みが入ってる方をここに差し込むの。この穴の中に串を通して接着するの。そうしたら余分なところをカット。ハサミを使うときにはすごく気をつけてね。指を切らないように。次は丸い部品の端に接着剤を塗って、この部品で包み込んで押し付けてみて。僕びっくりしちゃった。どうしたの？アライグマもお菓子が好きみたい。知らなかったの？うん、残りのマシュマロ全部食べちゃったんだ。いいじゃない、お客さんなんだから。サムがもう少し親切になってくれればいいんだけど。みんなはどう思う？ほら、輪ゴムを伸ばして両側に固定したの。ちっちゃなカタパルトみたいになったでしょ。じゃあ紙吹雪入れてみよう。風船のクラッカー覚えてる？ちょっと前の話だけど、もちろん覚えてるわ。もし見たことなかったらクラッカーの動画も見てみてね。もちろんこれを見終わった後の話だけど。そしてこのクラッカー、カタパルトはこのボールを発射するの。試してみよう。完璧。スー、残りの棒を持ってきたよ。スー、スー、はい、戻ってきたわよ。はいはい、ゲームを作りたくなかったらそう言ってよ。作りたいわよ。見て、もうやってるでしょ。残りの部品を持ってきてくれるのを待ってたのよ。アライグマ見に行ってたんでしょ。うん、そう。スー、僕らのチャンネルより動物の方が大切だと思ってるんでしょ。サムチン、なんでそんなこと言うの？このチャンネルの方が大事に決まってるじゃない。信じてあげる。もうみんなはすでにチャンネル登録してて、通知のボタンを押してくれてるよね。はいはい。じゃあ続けて。次のステップをよく見てて。木の棒でできた部分をホットグルーでくっつけるの。この部分はちっちゃいから指をやけどしないように丁寧にやってね。こんな感じで。次はカタパルトのスタンドよ。こうやって取り付けて OK。 次は一番最後の部分よ。串をこの3つの部品の穴に通してグルーで接着して、それぞれの距離を同じくらいにしてね。スー、アライグマって洗濯機の代わりになるの？無理に決まってるじゃない。なんでそんなこと聞くの？じゃあお手伝いもせずにお菓子を食べまくってるってこと？分けてあげればいいじゃない。分かったよ。次はこの部品をこの棒に接着してみて、ここのところに。そうしたら段ボールの土台に固定するの。スー、アライグマがまたトイレで物を洗ってるよ。いいのよ、もう後で片付けるから。それだったら僕はここを片付けるよ。本当に？ありがとう。早く終わらせてよ。もうちょっとで終わるから。この2つの部品を接続してみて。全部向きが揃ってないとうまくいかないから、ちゃんと確認して。完璧。あと2つだね。うん、そう、ありがとう。丸い部品をここに接着して、これがターゲットよ。そしてこの部品はここ、ここに乗ってるものが落ちるって仕組み。ああ、僕にはちっちゃすぎるよ。そう？じゃあ他のものを使おう。はい、じゃあ試してみよう。こんな感じで狙って発射。僕にもやらせて。ちょっと待って。はい、狙って発射。あれ、失敗。じゃあもう一回。いいわよ、ボールはここに入れて発射。やった。すごすぎ、もっとやろうよ。うん、ジャックスパローは準備完了。失敗。もう一回やってみる。イエーイ、僕乗れなくてよかった。乗れてたら遊べなかったもんね。遊ぶって言えば、ちょっと待ってて、アライグマの様子見てくるから。でも、お水はもういいの？みんな、このままだとスーは工作をやめて一日中動物と遊ぶことになっちゃいそう。またアライグマの動画を見たかったらコメント欄で教えてね。それか、もしかしたらハンサムなスライムだけで十分？みんなのコメント待ってるよ。バイバイ。